タイトルにもある通り、明日の決勝と NHK 杯に出場することができなくなりました。経緯を説明しますと、昨日予選で2本の飛び方をして6位以内になると明日の決勝と NHK 杯に出場することができるんですが、僕は3位通過することができて、試合後もこのように表示されました。続いて相馬の順位。まあ決勝、明日の決勝と NHK 杯に出場できるっていうことが分かったので、みんなとね祝勝会のようなものをして喜んでたんですが、12時過ぎ、まあ0時ですね、0時過ぎに電話が先生の方にかかってきまして、出場ができないかもしれませんというような電話が来まして、でなんかそこもまだ決まってないので、また決まり次第連絡させていただきますというようなことで電話が来ました。でなんでそのような電話がかかってきたかと言いますと、今回の天皇杯の要項にこういうふうに書かれてました。男子の全日本種目別通過希望者は2回の超越とします。1回目を個人総合の得点とします。決勝は種目別枠も含め1超越とします。こちらは僕らも読んで確認していて、この書き方だと種目別の通過希望者は2回飛びなさい、で通過した人は1跳躍だけ飛びなさいというような捉え方になると思います。この書き方は体操協会的には2本の平均得点の上位6名が決勝に進めるというような話ではなく、1超越目の上位6名が明日の決勝に進めるというような内容のものでした。これまでの大会の、決勝に進む方法、 NHK 杯に進む方法は今回のように跳馬2本飛んで平均した点数上位6名が明日の決勝 NHK 杯に出場できるというようなものだったので、掲示板とスタートリストに出たように僕は出場できるんだなって思ってたんですが、それは間違いということで謝罪されました。で、僕たちもこの要項を見て決勝が一跳躍になるっていう解釈でいて、他の体操クラブの方や所属の方もそういう解釈をしている人もいたみたいです。で、別な記事の2022年日本代表選考方法っていう方の記事には、跳馬における全日本個人決勝への通過は1超越の順位とするって書いてあります。これも種目別に対して言ってるのか分からないですけども、こうやって書いてます。次、 NHK 杯の方には跳馬における N 杯への通過は1超越の順位とする、こちらは書かれてました。こちらは僕たちの確認不足だったなと思います。ですが今回の天皇杯の方の事項にはそういった記載はなく、体操協会の方でも共通理解が違ったようで、そういったような事項の書き方になってしまっているそうです。で、今回 NHK 杯と明日の決勝に出場するために1本目の技をヤンハクソンから腰痛確実に立てる技にして挑みました。
シンプル体操協会の説明不足でもう多くの先生方や所属は2本の、まあ、いつも通りの合計平均点数で出れるというような理解をしていたわけですが、今回はまあ新しいルールで体操協会的にも思ってたところが、1本の点数を明日の決勝 NHK 杯に出場させるといったようなもので、そこに関しては全然説明もなく、こちらとしても理解ができてない状態でした。それが分かっていたらですよ、それが分かっていたら安牌を取るのではなくて、まあ、攻めていってただろうし、他の所属の棄権した選手たちも、まあ、2本ちょっと間に合わないので棄権しますっていう人もいただろうし、その1本で明日の決勝と N 杯が決まるよっていうのが、まあ、みんな共通理解として分かっていたのであれば、1本だけ飛べばよかったわけだし、まあ、2本目は変な話展開をやってもいいわけでっていうことになるんですよね。まあ、ということで明日の決勝と NHK 杯に出場することができなくなりました。昨日もその皆さん、応援してくれてる皆さんにもういち早く結果を伝えたくて、まあ、動画をね爆速で上げて、まあ、コメントとかも頑張ってくださいっていうような感じでめちゃくちゃ応援されたんですが、出ることができなくなりました。まあ、本当に YouTube のコメントで応援してくれた皆さんや、まあ、家族や先生方に、まあ、嬉しい報告をして喜んでたんですが、本当に悔しいです。明日、明後日決勝頑張ってくださいとかそういうコメントに俺なんて返したらいいんだろうって思ってました、昨日からずっと。まあそれで動画を回しました。まあ、僕たちには直接、まあ、間違っていたというような謝罪を受けて、まあ、スタートリストとかも、まあ、ネットに上位に乗って、で僕のことを応援してくれる人たちや皆さんがそれを見て、あ、ミキと3位通過で明日の決勝 N 杯に出場することができたんだなって思った方もいると思うんですけど、次の日になったらそのスタートリストが全く変わっていて僕の名前がないというような状態になって、まあ僕たちは説明をされたので、まあそういうことになってしまったんだなっていうふうに、まあ一応は理解したつもりではいるんですが、まあ皆さん僕のことを応援してくれてる人や、まあ、そういう人たちは、あれ次の日になったらオーダーリスト変わってるなとか、あれミキとの名前ないなとか思った方がいると思うんですけど、そこら辺のね、まあ、説明がされていないということで、まあ、僕とか選手とか先生方だけではなく、まあ、その見てる人たち、応援してくれてる人たちにも説明してもらいたいなって思います。なのでこのような動画を撮らさせていただきました。だから、まあ、家族とかに電話で3位通過で明日の決勝と NHK 杯決まったよっていうような、まあ、嬉しい報告をして、まあ、その日の日をまたいだ12時過ぎにもう一度電話をして、まあ、なんで出場できなくなかったかとかっていう説明をしました。めちゃめちゃ悔しかったです。まあ、最高のね、やったやったぜって思ってたところからのこうですよね。まあ、僕は今年、まあ、日本一を目指すって言ってて、まあ、NHK 杯で明日の決勝に出場するために毎日毎日この日のために練習を頑張ってやってきてたんですが、悔しいです。めちゃめちゃ悔しいです。まあそういうことで
明日の決勝と NHK 杯に出場できなくなって、まあもうこれは変わることのない、まあ、ことになってしまったんですが、種目別6月にある種目別は出場できるので、めっちゃ切り替えてその6月の種目別に向けて優勝を目指して頑張っていきたいなと思います。応援してくれてありがとうございます。これこっからめちゃくちゃね切り替えなきゃいけないんですが、6月に向けてもう優勝してやろうじゃないかということで頑張っていきたいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。